さあ、これは別に操作できるわけじゃないか。機動隊員の方に話す。状況が飲み込まない。自動車を走らせた。車の運転はできるわけではない。見たことがない生物が一人いるんです。そうだな。そして、あの植物上の巨大な生物は何なんだ。あの普通に普通にですね、続きからやってるんですけど、これ 1,2 週間ぐらい空いてからプレイしてるんでちょっと忘れ気味なんですけど、そうだね、地下行ってヒゲが気になるけど、地下行ってからこの河野ゆきさんと一緒に行動して、で結局車乗って逃げ出したみたいな。ただ道路はちゃんと走れるんだね。この街で一体何が起きているのか。走れるところはあるんだ。気がつくと僕たちの乗った自動車湾岸エリアに差し掛かった。湾岸エリア、まさかこれ操作できるようになるとかはないかな。別に何も動かせないもんね。待て待て、絶対なんか起きるだろこれ。なんか前に煙、お、マジで。ちょっと待って、あ、やっぱり操作できるようになってるけど、アクセルが×だったか今。なに、え、なんかおるぞ。おい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 、ちょっと待って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 、おいおいおい。そういやガメラが出たもんね、一個前のチャートでパートで。ちょっと待って、いや後ろが見れない、後ろが見れない。とりあえず走るよ。めっちゃ道路が揺れと、おおい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 、いけないいけないいけない。これはもう降りる羽目になったな。おい待て待て、お、あいつか、うん、うわ、1万円取っただ、取った人だどこかで見たことあるような男たちだなと内心思う。彼らは確か交差点で大金が降っていた時に待っていた時にと少し思い出す。大金を目撃したら追いかけてきた男たちだと完全に思い出す。いやもう完全に思い出したよ。大金を目撃したら追いかけてきた男たちだ。ついでに1万円盗んだぞ。おお、待て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 、これは何ですか、このでかい、何が空を飛んでんだよ。めっちゃコントローラーが振動してたけど、まずい、逃げよう。追いかけてくるんじゃないこれ。彼らのことはよくわからないが、とにかく逃げよう。どうしていいか全くわからないが、まあ、とりあえず逃げろと。とりあえず逃げよう。どうしていいか全くわからないが、とりあえず逃げよう。うん、とりあえず逃げた方がいいぞ。え、まさか動かすとか。待て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 。いや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 、四角、おい。ちょっと待って、急すぎる急すぎる急すぎる。待って待って待って。どっちに行ったらいいかわかんないんだけど。え？あっち？あれさっきの奴らは？うわぁ。待って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 。おぉ。なんだ？お、誰だ？おぉ、お前たち。やっぱりそうか。柴田。こんなところで会うとはな。誰よ。藤原さんですか。藤原さん。お前たちこんなところで何やってんだ。お前には関係ない、さっさとどけよ。まずこのさ、このチンピラが三下が割り込んでくるんじゃねえ。危険なとこから逃げようよ。ただじゃおかねえぞ。控えろ宇都。藤原さん、申し訳ないですが、どうしてもらえませんかね。私たちはあなたが絡んでくるようなことはしていませんよ。何
叩きを追いかけ回しておいて、そのうち逃げようぜ。おい、そこの、ほらほらほら、逃げよう逃げよう、さっさと逃げろ。関わらない方がいい、逃げよう。藤原に柴田さ、武藤か、いつか、いかつすぎる、逃げよう。こんな奴らの抗争に巻き込まれたら大変だ、逃げよう。ゆきさんの前でちょっとかっこよく、かっこつけてから逃げよう。格好をつけてからって、やってみよう。何も言って何も言わず逃げたじゃん。騙せるんじゃねえよ。お前誰に口聞いてるのか分かってるのか。うっせえ、ガタガタ言ってんじゃねえ。これはやられる な、 ねえな。相手してやろう。おい、かかってこい。え、謎の子はもうちょっと関わらない方が良さそうだ。ああ、もうそこでなんかやってると。でもとりあえず逃げるよ。東に向かいましょう。橋を渡り切った方がいい。今の声なんだおい。さっきの虫みたいなやつか。まあいい、とりあえず、とりあえず、さ、コイン取って、燃えてしまったあのレストランに入れば火葬に移れた。橋の火葬の方が被害も少ない。何よりあの巨大な生物から身を隠しやすい。橋の仮想化、こっちの車線も塞がれている。え、これ乗れる？ん、でもそっちにセーブポイントがあるからこっちなんだな。はい、一回セーブしよう。さあさあさあ、こっちかな。あそこからどこ？な、待って、何この生物は何なんだ。どうした、こんなところで死にたくない。やそうね。ここは、あ、開けれる。しっかりと施錠されてる。冷凍コンテナの鍵がないと開きそうにない。鍵か、鍵ないか。まだあいつらやってるよ。コンテナの鍵、いやでもこの辺しかないもんね。どうにかレストランに入れないかしら。これは乗り越えれないし、鍵がないといけないか。何が起きてるの？あの西の窓ガラスが割れたところから入れそう。どこ？レストランを通って橋の、あー待てよ、じゃあこっちじゃなくてレストランがあっちにあったっけ。あ、ここなんかあんじゃない？コンテナが、おい、荷物がこぼれ落ちて大損害。冷凍していた魚介類だから重くて持ち上げられないし、何より冷凍機能が壊れてたからもう諦めるしかないよ。せめてコンテナの横のドアが開けば、俺の相棒、そいつがコンテナの鍵を持っている。相棒って誰？こいつ違うな。相棒さん、お、冷凍コンテナの鍵、お、よし、受け取った。俺は自分のことでいっぱいいっぱいなんだ。あとは勝手にやってくれ。見知らぬやつにコンテナの鍵を渡すとは。まあいい、とりあえず使おう。コンテナの鍵使って、これでコンテナを通ることができる。さあ進んだぞ。コンテナがじゃなくて、こんな状況だから届け先も許してくれるといいんだけど。いやいやいや、開きましたよ。もういいの？じゃあ進もうか。というか服ボロンボロンだけどさ、これって死ぬとなんかリセットされちゃうのかな。一応あるもんね。あーでも、え、これぶっ壊れたってこと？あー、ぶっ壊れてるっぽいな。ダメだな。で、あれか、そうだよね、ライブチケットと、あと比喩する巨大生物、あ、これが今新しいやつか。全然まだっていうか、このライブチケットのやつ全然クリアできる気がしないんだけど。さあ行こう。
で、アイテムが、アイテムじゃない、コインがあって、おい、四角、危ない。今何したの、四角で。ちょっと待って、あ、でもこっちはいけるでしょ。こっちはいけって、おい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 、あ、でもこれって、危ない。河野さん、そこにいたの。待って、その下。おい、待って。お、なんだ。今、紫色の、自分のパワーが、お、下行ける。これで、うわ、いるじゃん、四角。走れ、調べるがあったの、今。コイン取って、調べる。手すりが少し壊れているようだ。そんだけ。でも、下行けるんじゃない？下行ってみよう。階段が途中で途切れている。当たる方法を見つけなければ。手分けして探しましょう。ん？渡る方法？なんだ？え、この手すりは？お、二人で押せば階段に落とせ、なるほどね。じゃあ、河野さんに話して。なんか見つかった？手すりのことを説明して手伝いを頼む。とにかくやってみましょう。さあ、これで落とす。てか、二人で押せば落とす。脆いな。もろもろじゃん。で、じゃあもうこのまま、落ちれねえか。このまま落ちれねえか。さあ、進んで、ここの部屋は、少し歪んで開かなくなっている。強い衝撃。あ、待って、落ちた。いやー、まさか。今の簡単なとこで落ちるとは思わんかったけど、ここ確かダッシュでそうだよね。おいしょ。行った。でもここは、なんか、こっちの方が先に行って、危ねえ。なんだった今。取得。サングラスいいね。ちょっと待って、サングラスしよう。おー、いいね。どれ？はい。怪しすぎる。服がボロボロで、ひげ生やして、お、トイレだ。で、ここにコインがあって、はい、うん。あー、ここで、そうか。髪型はまだな、もう4つしかないもんね。まあ、これでいいや。怪しいサングラスが、女子トイレに。やめておこう。ダメか。このレジは？お、興味本位で。下手に触るのやめておこう。金も入ってねえのか？ここは開ける。ドアの外側で何かつっかえている。とても開きそうにない。ってことは、こっちから。待て、ここを走れ。おい、そうでしょ。いや、それぐらいジャンプでいける。こっち。そう、それぐらいジャンプでいける。早く。そう。だったらさっきのところもさ、いけたはずよ、ジャンプ。全部落ちたんだけど。危機一髪。ありがとう。危機一髪。罰、助かった。何もかもなくなったぞ今。あ、待って、危ない。陥没したんだけど急に。いいね、この緊急回避システムは割と分かりやすくていいんだけど、その巨大生物が何かも分からん。危ねえ。おい、河野さん早いな。そっちね。で、大丈夫ですか。喋れねえか。何あれ。だから今日はやめておきましょうって言ったのに。何を、私のせいだっていうの。あなただって乗り気だったくせに。こんな状況で喧嘩か。そんなこと言ってる場合じゃねえ。何でも買い取る。服装の修理。あ、そういうことね。修理してもらおう。5000円もかかるのか。やめよう。ボロボロでいいや。
はい、売りたいものやね。こういう買い取ってくれる人がところどころ出てくるんじゃないかな。おいお、救助来ないのか、見捨てられてるのかよ。まあね、救助に行けるような状況でもないんだろうなっていうか、行き止まりなんだけど、向こう側が行けるな。これは、あ、でもこっちも行けねえな。あ、こっちが行けるじゃん。ただ、あ、これ下だな。下側から、でもそこ行ける？下側から入っていって、ゆっくりだな。ここはすごいゆっくり。ここ行けんの？え、これ行けなくない？向こう側に、あ、これは、あ、観察してみる。鉄パイプがガードレールに突き刺さってる。引き抜こう。引き抜いて、よし、これでいけんのか。まあ、この巨大生物たちがね、なんか地球を支配しちゃってるんだけど、この状況でどう生き残るかっていう話なんだよね。それにしてもね、さっきの虫、おーっと、なんだ。子宮、何ですか？話がある。30分後、イベリスタワービル展望室にて待つ。HO。返信は、HO って誰だろう？いや、HO、柏木さん宛てのメールのよう。あ、そうなの？結局返信できないね、これ。うかつに返信はやめよう。で、河野さんに返信するの忘れてたんだよね。今更返信してもって感じだからやめておこう。こっちで合ってんのか？合ってるっぽいな。アイテムじゃない。コインがあって。おかしい。僕は運が、僕は運がいいはずなんだ。せっかくここまで逃げられたのに。すごい暗いな、ここ。てか、夜なんだよな。河野さん来ないし、来た。おい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 、危ない。車がもう落ちてきたよ。今の音。大丈夫か？ん？こっち左側に出れるか。腰が、大丈夫か？このままじゃ動けないかもしれない。湿布薬。なるほど。腰を痛めてるようだ。オッケー、湿布を取ってくればいいんだな。おお、どうした？くそ。なんだってこんな時に。どうかしたんですか？ああ、僕ら電車でこの先にあるイベリスタワービルに行こうとしてたんです。おう、イベリスタワービル。お父さんは無事かな？会いに行けないのは仕方がないけど。お父さんがイベリスタワーか。さては秘密結社に入るためにボスに面会しに行くんですねと推察する。さては、あなたがあの空飛ぶ怪獣を呼び寄せたんだなと突破二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですね。すごいまとも秘密結社行ってみようか。さては、秘密結社に入るために組織のボスに面会しに行くんですね違いますよ。桜子のお父さんが僕の仕事が不安定だということで結婚を認めてくれないんです。それでお父さんに彼の仕事のことを知ってもらうために会う約束をしているの。でも先にいると。あ、どんなお仕事をされてるんですか？ゲーム開発者です。おお。まあ確かに外からだと実態がよくわからない仕事だから。ゲーム開発者何になるのはわかるけど、僕は一条和也、そのゲームの開発メンバーです。一条和也。なんですか、ゲーム開発者って不安定なんですか？いやストレート。会社にもよると思うけど、普通の会社員だからね。少なくとも僕は給料はそれなりにもらっているよ。うんうんうん。ただディレクターが面白さ優先主義だとか言って細かくてね、予想してない作り直しが発生するのは大変かな。和也さん、今は安全な場所に避難しましょう。お父さんもきっと避難してると思うから。極
今日こそはお父さんに認めてもらおうと思ってたのに。いや、こんな状況だとさすがにね、そう。こんな状況だからね。で、今ゲームもらったんだよな。あの、もし万が一でいいんですが、彼女のお父さんに会ったらそのソフトを渡してくれませんか。イベリスタワービルの展望室で待ち合わせしていたんです。もし会えたらでいいです。名前は中川のりおです。中川のりお NO。 やっぱあのメールじゃん。で、ちょっと待ってよ、待って待って待って、河野さんどっか行ったけど、今さ、何これ、コスプレ時代。いや、それはいいんだけど、あれ今、あ、これこれこれ、絶対安全都市サバイバルアドベンチャーグランゼーラ絶対安全都市って あんま思んなそうだけど絶対絶命都市があるけど、はい、それでは、待て、あ、バイクあんじゃん。今度バイクで移動すんのかな。まあでもそんなもんか。ちょっと聞き耳立てようか。お前免許持ってないって言ってたよな。足もさっきまで普通に走ってたじゃないか。誰かが救助を呼びに行かなきゃダメだって言ってたくせに。でもまあここにいるより危険になる。リスクを負ってまで行く覚悟がないのもわかるよ。どうしたもんかな。はいはいはい。で、どうなってんだろう。誰か早く助けて。まあじゃあどうせこのバイクで行くんじゃないのかな。手入れが行き届いているオートバイ、キーは刺さったままのようだ。いや、まだ行けないか。ん、まさか橋の上で、ん、須藤。ああ、この汽車ってさ、多分絶対絶命都市1の主人公かな。自分はやって、まあ、実況を見ただけなんであれなんですけど、うん、多分そうだよね。実際にやったことはないんであれなんですが、ね、何が起きてるんだよ。で、そうだよね、よじ登るには無理がある。あ、ってことはオートバイなら駆け上がれないから。なるほどね。じゃあオートバイ乗ろう。オートバイか。誰のオートバイだろう。これに乗れば上に上がれるかもしれない。俺にオートバイ渡すなんて異議同居だと。すごいってなる。乗ったるか。俺にオートバイを渡すなんて異議同居だ。頼もしい。好印象じゃん。行こう。一気に駆け上がるぞ。しっかり捕まってて。しっかり捕まってて、しっかりつか一緒やん。できるだけ密着したいから、危ないから、もうどうにかなりそうなくらい興奮している僕。密着よ。しっかり捕まってて。不安だけど、あなたを信じてるから。そこ登るだけだもんね。ちょっと勢いつけて駆け上がってね。おい、待て待て待て。俺も乗せたいってくれよ。今なんか押しちゃったな。たちだけ助かろうとするつもりか。いや、そこにある車使えば。落ち着きましょう。そんなこと言っても全員は乗れませんよ。彼らに託しましょう。海岸に着いたら救助を呼んでくださいね。よし、頼んだぞ。頼んだぞ。おお、急に心変わり、急に心変わり、すごいな。ブレーキ、はいはいはい、ステアリング、ステアリング、バイクの知識ないからあんま分からんけど、まあバツでアクセル、そのまま進もう。え、L さん閉じる。レッツゴー。よーし、はい、あ、もうこのまま行くの。じゃあ救助を呼ぶために進みましょう。バスがある。おいおいおい、なんじゃな、なんじゃ。おい、大丈夫か、おい大丈夫か。え、助かった助かった。なんで急に一人称だった、急に一人称。まあ、いや、このまま上がろう。
嘘でしょ。ちょっと待って、全部崩れたじゃん。全部崩れたぞ。え？あ、終わったのね。橋を覆う巨大な影、終了です。続けましょう。はい、虚栄ニュース、異形の飛行物体が2体出現。スカイガーデンブリッジ上空に異形の飛行生物が突如現れた。しかも2体だ。あ、2体もいたんだ。それぞれは姿形は異なっており、同種ではないと思われる。2体はまるでふざけているかのように前後に並んでスカイガーデンなんちゃら。はいはいはい。自分勝手な走行、謎の巨大生物が出現した前後で他の車にぶつかりながら先を急ぐ車両が俺らやん。巨大生物の光線で 橋上の自動車が吹き飛んでいく。うん、危険人物。バールのようなものが刺さった非常持ち出し袋を背負った妙に落ち着いた人物が全部俺じゃん。うん、崩壊する？命を救ったバス。佐藤さん、九死に一生を得たのが、崩壊当時バスにあった、そばにあったバスのおかげ。うん、佐藤さんは2リットルのペットボトルを持っていたのだが、すでに飲み切って空の状態。これによって長い時間海中で生存することができた。ほうほうほう。あとは、レストランね。ガの異常進化か。異常すぎるだろ。非常停止も、はいはいはい。悪魔の獣。悪魔だ、どう見ても悪魔でしょう。はい。次はどんな虚栄が待っているのか、行きましょうか。っていうか、また明日も雨かよ。ずっと雨じゃん、この世界。次のステージに進む前にセーブしましょう。